もういい加減にしてください。式場にキャンセル連絡を入れたのはミヤさんですよね。一体何のことかしら。ミヤ全然わからないわ。式場から連絡をもらったんです。神父を名乗る女性から式中止の連絡があったって。でも私はそんな連絡していません。あらあら、自分で連絡したのに忘れているの。彩香ちゃんって貧乏人の上に頭もいかれているよね。なおさら結婚式は中止すべきだわ。は？自分で中止の連絡をしたんでしょ。なのにそれを忘れて私がやったように言うなんて、もしかして二重人格とか。そんなイカレ女が私の欺瞞になるなんて信じられない。結婚式は即刻中止よ。あくまでも白を切るんですね。そういうことならもういいです。どうせダミーの結婚式場ですし、勝手に中止の連絡をされたからって何の影響もありませんから。は？ちょっと待ちなさいよ。ダミーの結婚式場ってどういうこと。実はミヤさんに伝えていた式場は嘘なんです。本当は別の式場で結婚式を行うんですよ。なんですって。ミヤさんにはいろいろとやられていますからね。両家顔合わせ会場を勝手にキャンセル、式場見学の予約も勝手にキャンセル。だから念のため今回は嘘の式場を伝えていたんです。信じられない。この私に嘘の情報を渡すなんて。まさか結婚式当日に私のことを呼ばないつもりなの。この社長令嬢の私よ。大企業の社長の父親を持つこの私よ。さすがにそこまではしませんよ。本当の結婚式場は前日にお知らせするつもりでした。でもまさか予想通り勝手に今回もキャンセルされるとは。やっぱりダミーの結婚式場を用意しておいて正解でしたね。最低よ、あんたって女は。この社長令嬢の私に嘘を伝えるなんて。意地悪をしたくて嘘をついたんじゃありません。私はただ無事に結婚式をしたいだけです。だからいろいろと対策しておいてよかったです。キー、なんて生意気な小娘なのかしら。あんただって我が家の嫁にふさわしくないのに。こんな庶民の貧乏人ごときが弟と結婚するなんて。絶対どうにかして中止にしてやるんだから。どうにかって、やっぱり本当の式場は内緒にしておいた方が良さそうですね。うるさい、黙れこの貧乏人が。あんたなんて所詮我が家の資産目当てのくせに。そんな女と家族になるなんて絶対に嫌だからね。何が何でも結婚式を中止に追い込んでやる。このまま玉の輿に乗れると思わないでよね。ごめんミワ、ついさっき LINE を見たよ。まさか姉ちゃんが式場にキャンセルの連絡を入れていたなんて。対策のおかげで無事に阻止できたから大丈夫。それよりも今後のミヤさんのことをどうしようか。まさかここまで私たちの結婚に反対するとは思っていなかったわ。俺も未だに驚いてるよ。こんなとんでもない妨害までしてくるなんて。ミヤさんってどうしてこんなに私たちの結婚に反対なの。ユウスケたちと違って私は普通の一般家庭だけど、貧乏人でバカにされるほどではないわ。きっと他にちゃんとした反対理由があるはずだよね。私気づかないうちに何か怒らせるようなことをしちゃったかな。いや、ちゃんとした理由なんてないよ。ただ俺たちの結婚が気に入らないだけ。彩香は何も悪いことはしてないから安心して。ただ気に入らないだけ。それだけの理由でこんなに嫌がらせしてくるの。気づいてると思うけど姉ちゃんはプライドが高いんだ。昔から社長令嬢として贅沢に生きてきて、そのせいで周りを見下しがちで、家族以外は全員貧乏人扱い。その結果父さんが姉ちゃんを見限ったんだよ。え？そんな姉ちゃんに父さんが言ったんだ。うちの会社は弟の俺に継がせるつもりだって。そしたら姉ちゃんはブチギレ。てっきり次期社長になってさらに贅沢できると思っていたみたいでさ。だから俺たちの結婚に反対なんだ。嫁になった彩香に狙っていた財産が取られると思っているんだ。何よそれ、資産目当てなのはミヤさんの方じゃない。ただでさえ俺が姉ちゃんを差し置いて社長になるのも気に入らない。嫁という家族が増えたら余計に好き勝手できなくなるかもしれない。期待していた贅沢暮らしができなくなったらどうしよう。だったら結婚させなきゃいいのよって思ってるんじゃないかな。なるほどね。大体のことは納得したわ。父さんも最初は姉ちゃんを後継者にするつもりだったんだ。性格はきつくてもバカではないからさ。でも姉ちゃんは日に日にプライドが高くなっていって、周りを見下す言動の多さに呆れて見限ったんだ。姉ちゃんに任せたら会社はすぐに終わってしまうって。
見下すような人には誰もついていかないもんね。そんな人が会社のトップになったら大変だわ。多分姉ちゃんも無駄なあがきだと思っているんだよ。こんなことしても後継ぎになれるわけじゃない。俺たちの結婚が中止になることもありえない。でも素直に見守ることもできないってところだろうな。一気にミヤさんが懐かない野良猫に見えてきたわ。足元でシャーシャーと爪を立てられている気分ね。結婚式さえ挙げちゃえばようやく諦めると思うんだ。だから彩香には悪いんだけど、もう少しだけ耐えてくれ。ええ、結婚式まであとはたった1ヶ月だもの。ミヤさんにはこのまま式場を教えないし、きっと大丈夫。素敵な結婚式にしましょうね。まあ見ろ、これで今日の結婚式は中止決定ね。だってせっかくの新婦様が赤ワインまみれだもの。真っ白のウェディングドレスが悲惨だわ。一体どうしてくれるんですか。まさかいきなり頭からワインをかけてくるなんて。あんたがギリギリまで本当の式場を教えなかったのが悪いのよ。そしたらここまで直接的なことはしなかったのに。そんなに私たちの結婚式は中止にしたいんですか。中止にできてもミヤさんが実家の会社を告げるわけじゃないのに。黙れこの貧乏人が。私は絶対に実家の会社を諦めない。会社も資産も何もかもがこの社長令嬢の私のもの。そのためにはお嫁なんて私にとって邪魔でしかないのよ。何ですって。お父さんは弟に継がせると言っているけど。まだ間に合うはずよ。姉を差し置いて弟が社長なんてありえない。きっとそのうち考えを改めるはず。でもその前に弟が結婚式して家庭を持ったら、もしすぐに子供が生まれたら、孫可愛さに両親はすぐに弟に会社を譲るかもしれないわ。だからそれだけは絶対に阻止しないといけないの。だから私たちの結婚を中止に。そんな理由で私にワインをかけたんですか。貧乏人には惨めなびしょ濡れ姿がお似合いよ。むしろこの姿を見たらお父さんも分かってくれるはずよ。こんなみすばらしい女は我が家の嫁にふさわしくないって。はあ、プあの時のあんたの呆然とした顔を思い出しただけでお腹が痛いわ。最低ですね。私にもワインにも失礼なことをしているのに、よくもそれを笑いますね。ごちゃごちゃ言ってないで早く結婚式を中止しなさい。財産目当ての貧乏人を失せろ。ワインまみれの新婦に結婚式はできないわ。でも結婚式は中止します。二度と顔を見せるな。そのまま我が家に近づかないと約束してもらうからね。私は構いませんが、いいんですよね。大事な新規事業の取引先を失うことになるのに、大切なご実家の会社は傾いても知りませんよ。え、早くご両親の顔を見たらどうですか。顔が真っ白で今にも倒れそうですよ。ワインのせいで真っ赤な私と違ってね。ちょっと待ちなさい。新規事業の取引先ってどういうこと。あんたは普通の庶民よね。それどころかバイト三昧の貧乏人でしょ。はい、あんたがそう言っていたじゃない。学生時代は楽器以外は全部自分のバイト代で何とかしたって。子供のためにまともなお金も用意できない残念な親なんでしょ。そしてその親のもとに生まれたあんたは惨めな貧乏娘よ。私の両親も立派な人たちですよ。とてもチャレンジ精神のある2人で海外での起業を成功させて、え、日本では有名ではないですが、そこそこ大きい会社なんですよ。そして私はそんな両親の一人娘、ミヤさんと同じ社長令嬢でもあるんですから。何ですって。私は物心がついた頃から海外で生活をしていました。でも日本の高校に進学したくて一人で帰国したんです。そしてその際に私から両親にお願いしたんです。わがままを叶えてもらった分、園児は学費だけで大丈夫、それ以外は自分の力で乗り越えてみせるからって。え、せっかくの一人暮らしなんで生活力を磨きたかったんですよね。だから私は学生時代の生活費は全てバイトで賄いました。だからバイト三昧だったんですよ。そういうことだったの。といってもやはり学生が稼げる金額には限りがありますからね。それなりに生活は苦しかったです。でも私はそれを恥だと思ったことはありません。自分のお金で生活できるということ、限りあるお金を上手にやりくりできるということ、それはバカにされるようなことじゃありません。
むしろ褒めたたえるべきだと思っていますから。やばい、お父さんたちが私を探しているわ。顔白い顔どころか今や真っ赤よ。あの子はめちゃくちゃ怒っているわ。でしょうね。結婚式当日に新婦にワインをかけるんですもの。さらに私は大事な取引先のご令嬢、経営者としてミワさんにブチギレるのは当然ですよ。だって私はあんたがそんな子だと知らなかったのよ。だからこれは仕方のないことなのに。言い訳はどうぞ直接お父さんに伝えてください。では私はこれで失礼します。ミワさんのお望み通りに結婚式は中止しますから。お願い助けて、どうにかお父さんも説得して。はい、どうされたんですか。言い訳が通じなかったんですか。通じるわけないし、顔を思いっきり殴られたわ。一度も叩かれたことなんてなかったのに。一晩経っても腫れてるんだから。あら、想像以上に怒ってるようですね。全部最悪よ。昨日の結婚式、実は弟の社長就任報告もする予定だったんですって。会社経営者も盛大に集まっているから、正式に後継は弟の屋敷にするって宣言するつもりだったんですって。え、そうだったんですか。なのにお前のせいで台無しだ。新規事業は潰れるところだったんだぞ。親に恥をかかせやがって。ぶち切れて。そういえば昨日の結婚式は総勢200名ほど呼んでいましたもんね。私たちの友人知人とそれ以外は全員会社関係者だっけ。お父さんたら私を思い切り殴って言ったのよ。もうお前とは絶縁だ。娘と思わないから家から出て行けって。え、お父さんに縁を切られたんですか。そうよ、私が何度謝っても全然話を聞いてくれないの。もちろん縁なんてしないって、お小遣いも渡さないって。すぐに実家から追い出すから、これから一人で生活しろって、もう一生お父さんたちの前に現れるなって言われたわ。ミヤさんはずっとご実家で贅沢三昧していたのに、それがなくなるなんて結構きついですね。きついところじゃないわよ。縁でも何もないなんて私には無理。そんなの私生きていけないわ。でも無理でも頑張らなきゃ頑張るしか道はないんですよ。それが嫌だからあんたに頼んでるんでしょ。お願いだからお父さんを説得して、そしたらあんたとは仲良くしてあげる。ゆうすけとの結婚も認めてあげるわ。義理とはいえ姉妹だもの。姉がこんなに辛い目に遭うなんてかわいそうよね。妹なら何とかして助けてあげたいって思うよね。あんたは一人娘だし、お姉ちゃんに憧れたことぐらいあるんじゃない。助けてくれたら私があんたの優しいお姉ちゃんになってあげるわよ。そんなクソ姉はいらないんで大丈夫です。え、それにかわいそうとも思いません。私に助けを求めても無駄ですよ。あんたって子は姉に対してなんてひどいことを言うの。姉が必死に助けを求めているっていうのに、仲良くしてやるって言ってるのに、この薄情者。綾香は薄情者なら姉ちゃんは卑怯者で最低女だよ。あれだけ俺たちの結婚を妨害しておいて、よくそんな都合のいいことばかり言えたもんだな。姉ちゃんは俺たちの結婚式を台無しにしたんだぞ。俺たちってまさかユウスケなの。頼むから、もう俺たちには二度と関わらないでくれ。正式に俺が会社を継いだら、姉さんの居場所はどこにもないからな。ちょっと待ってよ。なんで実の弟なのに私の味方をしてくれないの。だったら味方をしたくなるような姉でいてくれよ。え？どれだけプライドが高くても、俺にとってはたった一人の姉ちゃんだ。どんなに周りを見下していても、弟の俺には優しくていつか変わってくれるはず。いつか彩香のことも受け入れてくれるはずだと思っていたんだ。でもさすがに俺ももう見限るしかないよ。え？大事な結婚式当日に大事な妻にワインをかけられたんだ。いくら弟とはいえ、俺は姉ちゃんを許さないぞ。次期社長となったからには状況に応じて情は捨てる。悪影響だと思える存在は徹底的に排除するからな。ちょっと待ってよ、ユースケ。あなた一体どうしちゃったのよ。そんな怖い言い方をするような子じゃなかったじゃない。言っただろ、情は捨てるって。大事な妻を傷つけられたんだ。さすがの俺も我慢の限界だよ。そんな、父さんだけじゃない、俺たちとも絶縁だ。もう二度と俺たちの前にも現れるな。そんなの困るわよ。私今までまともに働いてきたことなんてないし、ずっと楽しく贅沢な暮らしをしたいだけなのに、お願いだからあなたたちまで縁を切るなんて言わないで。だったら早く俺たちに謝罪しに来いよ。結婚式を台無しにしてすみませんでしたって許してほしいなら、まず最初にするのは謝罪だろ。ワインを頭からぶっかけて土下座でもしてみろよ。え、
それぐらいしないと姉ちゃんにはわからないだろうからな。自分がどれだけアホなことをしたのかってことが。でもそんな私が土下座、しかもワインをかぶるなんて。別に無理にしろなんて言ってないからな。ぶっちゃけ土下座しても許してあげるかどうかわかんないし。え？もういっそ一人でいろいろと苦労してみた方がいいよ。彩香みたいに自分で生活できる力を身につけた方がいい。じゃあ頑張ってね姉ちゃん。俺も立派な後継者になれるよう頑張るよ。その後ミヤさんはプライドが許さないのか私たちの前に謝罪に来ることはありませんでした。そして本当に実家を追い出され、今は都内のアパートで一人暮らしをしているようです。しかし生活力もなく、せっかく採用されたバイトも長続きせず、いろいろと大変な目に遭っているようです。でもこれを機に少しでも成長してくれたらいいですね。ちなみに私たちの結婚式はというと、実は替えのドレスもバッチリ準備していたんですよね。なので帰るふりをしてすぐに着替えて式を再開。その間にミヤさんは慌てて逃げ出したので何も知らないようですが、しっかりと反省させたいので、このことはミヤさんにはお伝えしないつもりです。どうか自分のやったことがどれだけのことだったのか深く反省してほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。